今日はシマウマフードだと思ってください。でよく見ると細かい草が入ってます。わグレービーシマウマなんですが、シマウマの中でも一番体の大きさが大きい種類で、シマ模様も細くてとても綺麗なのが特徴です。まずホタルの見分け方ですが、シマ、はい、模様が一番細いのが特徴です。ランディアですが、右耳の上の部分が切れ込みが入っています。キサラギですが、シマ模様が太く、縦髪、前髪の部分がちょっと長いですね。頭数が国内でもとても少ないですので、繁殖を目指していきたいと思っています。